誰が見つけたんですかね。いや、うちの妻ですよ。うちの妻と孫が。孫が、ええ、あ、やっぱり孫はあの視線が低いもんですから、そのオタマジャクシかなって感じで、これ何これ何ってことで、はい、改めて注意してみたらはカブトエビだと。お孫さんとなんか、お見つけになったんですけど、どこですか、あの初めて見つけた時は。いや、あのうちの子供たちがもう33になるんですけど、はい、あの孫のパパが子供の頃いたんですよ。やっぱりあの孫がオタマジャクシなんていうので、そしたらよく見たら、でパパ呼んだらカブトエビだよな。そうだ、この食べられてるなんて昨日子供がね、大量に発生するんですよ。そうするとメダカが泳いでるように見えますね。